出てません。いやみんな久しぶりだから、それとも時間が見やすいから、めちゃめちゃみんな集合早いやん。ありがとう。でも伊藤さんびっくりしてる、あのシルバーウィークっていうものが分かってなくて、え、こぼしてないよねこれ。あ、よかったよかった、横になってただけだ。シルバーウィークっていうのが分かってなくて、なんかすごい色味がなくてびっくりしたんですよ。ショールームに、ショールームのこの背景の色味がなすぎてびっくりしたんですけど、これが正解なんですもんね、今のショールームの。あれバグってる？あ、バグってないわ。いや、バグってるか。いや本当は21時に始めれたんですけど、余裕で、なんだっけ、ナルシャもやってたじゃん21時まで。だからその時間避けようと思って、じゃあ明日行こうんだし定点でも見ようと思ったらめっちゃ時間過ぎてたそう、今横浜ユニットまで見終わりました。なので次はルーズから見ようと思います。この配信が終わったら、あ、でもお風呂入る、終わった瞬間お風呂入って、お風呂行って、いろいろもろもろして定点見て、明日は公演の前にリハもあるのでリハの確認は朝しよう朝しよう、定点だけ見て寝ようと。最近早寝モチベが高くて、やっぱり早寝をする方が、早寝が一番の健康だなってことに、心と心身ともに健康に近いことに気づいたのでやっぱ早寝をね大切に心がけていこうと思います。ショールームウィークじゃないですけど、今月9月はもうこっから毎日できたいできたいっていう願望ありです。そうだから明日も公演終わった後にご飯食べながらになると思うから、あんまり喋れないかもだけど、やっぱなんかお互い顔見るだけでもいいかなみたいな感じで、明日ももしかしたら配信するかも、公演終わりだけどね。明日は公演前にリハもあるので、ちょっと朝も早起きなのでもしかしたらできるかも。まあなぜかというと、もうここ最近毎日リハをしてるわけですよ。もうなんか日光にも浴びずもう電気だけの生活みたいな。もう朝早起きしてレッスン場行って自主練してリハして自主練してご飯食べて夜、あれ今日ちょっとしか日光浴びてないで寝ます。でまた早起きしてリハして自主練して夜帰ります。あれ今日も一日終わったみたいな、なんかそのなんか毎日を過ごしてたらやっぱ寂しいよね。公演もしてないからさ、みんなと会う機会もないからさ、やっぱショールームが一番なんか合ってる感覚に近いっていうか。そうだからみんなもさ、やっぱ火事件の時に思ったけど、公演ないからみんなやっぱ寂しそうだったから、やっぱ嬉しさが爆発してたから、みんなも。そうだからミキもやっぱね、一番会えるに一番近い感覚かなと思ったので、ショールームがちょっと睡眠時間を削ってでもミキは今月ちょっとやりたいなと思ってます。なので今月全部ここから毎日やれることを願ってますので一応ショールームウィークではないけど、あまり本なんていうんだろうな、サブウィークみたいな感じサブウィークとして捉えてください。このシルバーのハート何かわいいね。シルバーかわいいよね。ミキ最近ねシルバー好きなんよ、覚えといてはい、やっぱ推しの好きなものはみんなに覚えててほしいので言っときます。最近シルバーが好きです。なるしゃべ聞いてくれたかい。あ、ちなみに今 Wi-Fi 切らずに配信してるので、もしかしたら接続が悪いかもしれないので、悪くなってたら言ってください。 Wi-Fi 切ります。周年終わるまで配信できないと思ってましたね。けどやっぱちょっとね、配信できなさすぎる、かつ配信できないだけじゃなくて今公演も全然ないから、みんなに会えてなさすぎて、喋ってなさすぎて、これはいかんっていうことで、ミキも喋りたいこといっぱいあるし、なんか喋りたいからみんなと、だからやります一日選手ありがとう。ん、一日選手楽しかったよ、ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとうね。ねえ、たくさんお話できたね。なるしゃべからのショールームいいね、めっちゃミキちゃんじゃん。どうでしたみんな、
なるしゃべは聞いてくれましたか？ココミとビームちゃんとの3人でしたね。いや、ミキも今月はもうショールームウィークしかできないかなと思ったんだけど、まあでもやりたくなっちゃいますよね。やりたくなっちゃってやっちゃってます。でも嬉しい、ショールームしたらこんなにもみんなが来てくれて、こんなにも喜んでくれる、この環境が嬉しすぎる。ありがとうね、やってよかった。カジケの写真美女爆発してて良きです。本当にもうこんな前髪でさ、こんな美容院行けてなくて、めちゃめちゃ髪の毛の美女はとにかく悪いわけよ。そうだから、そんな中でみんなに会っちゃって本当に申し訳ないなと思ってたし、ミキも個人的にすごい嫌だったんですけど、あの美女で会うのがね。そうけど本当にみんなが可愛い可愛いって言ってくれて、調子乗っちゃうよね嬉しかった、ありがとうね。でも意外にその流し前髪が好評なんですよ。意外と長いのは本当のもみきダメって思ってたけど、意外と長いじゃなくて、長いじゃなくてというか、長くして前髪を流すっていうのがすごい好評で、ちょっと今すっぴんなのであまりかもしれないんですけど、ここを分けてこう流すのが、あ、うまくいかないうまくいかないからちょっとダメなんですけど、接着剤じゃないな、ワックスとかそういうものがないとうまくはいかないんですけど今。しかも踊った後だからちょっとだいぶ崩れてる、うまくいかない。そうだから流し前髪したいんだけど、明日も公園で、けどしたいんだけど、E公園はめちゃくちゃ激しいじゃん。特に正直 K2 だったら結構なんか K2 ってカッコつけるとか見せる系が多いから、どんな髪型でも正直いいんだけど、まあ帽子が結構なーりって感じだけど、そう、なんだ、いい声はやっぱり激しいから、多分流し前髪するとね取れると思うんだよね。そうけどめっちゃ流し前髪したいっていう。でもここ最近の2回の流し前髪を作ってくださってるヘアメイクさんがいらっしゃって、そのヘアメイクさんと最強な、もう絶対崩れない流し前髪作れますかって質問して、作れますっていう、OK が出たら流し前髪明日もしようと思います。けどやっぱいい声は無理よって言われたらデコラしようと思います。はい、普通の前髪は無理ですね、こんだけ長いと。巻くのは嫌なので。なので明日は何かしら前髪アレンジはすると思われます、こんだけ前髪が長いのでね。いやー、シルバーかわいいな、ギフト。すっぴんですか？もちです。今日もリハをしてたのですっぴんです。もうリハは基本すっぴん民なのでめちゃめちゃすっぴんです。何今の I love you ギフト、可愛かった、一瞬だったけど。今日誕生日、メール&バブルおめでとう届いて、お、バブル新鮮じゃない？バブルでもね、誕生日機能というか、その誕生日ちゃんとお祝いするっていう行事があるんですよ、バブルでも。だから多分みんなバブル始めたばっかりだから、まだ誕生日届いてないよって方がいると思うんですけど、バブルね、誕生日のやつあるんですよ。なのでみんな誕生日もね受け取ってね、メッセージっていうの。そう、本当に定点とか本気で集中してみたら時間忘れちゃうんだよね。10月19の幕張2部行きます。お、嬉しい。2部は握手だね。握手が増えたもんね。嬉しすぎる。握手好きみんなので。今夜は23時半睡眠できたら良きです。いや、無理ですね、今日は。昨日で無理だったから今日も無理だね。
もう23時半は相当暇じゃないと目標達成できないことに気づきました。昨日も結局12時半になっちゃったし、そう、もともと伊藤さんがマイペースすぎるっていうのもあるんですけど、そうだから今日は何時にしようね。でもショールーム終わる時間も決めてないから、まあミッシャが満足したらやめるのでまあコメント全部読み切ったらですけど、そうだからショールーム終わってからまあ大体寝る時間が決まりますかね。まあ23時半無理やな今日。そう、明日はE公演に出ます。リハーからのE公演です。一日つめつめのつまつまです周年後のリハ大変しょ。でも大変イコールすごいことしてるというか、たくさん覚えてるってことは、まあ、いろんな曲披露するってことだし、いろんな曲披露するってことは初めてのミッションが見れるっていうこともありえるだろうし、まあ、大変イコールみんなにはとってもプラスなことでしかないと思うので、闇期もねいろんな自分見せれると思って結構ね楽しみにしてるので、まあ、大変って言うとマイナスな言葉に聞こえるかもしれないけど、まあ、大変イコールいろんなミッション見れちゃうよってことなので、皆さん 3days 来てください。本当に3日間全然違うことするから、本当になんか何日だけ行きますとか NG でNG でお願いします。 3days 行きますっていう言葉だけ待ってます。はい、明日はくるみさんの生誕祭だから楽しみですね。そう、明日くるちゃんの誕生日よ。そう生誕祭なんですけど、あのくるこちゃん情報だと、あの伊藤美希先輩、あの皆勤賞らしいです、くるこちゃんの生誕。はい、くるちゃん、くるこちゃんの生誕解禁らしいので、ちょっとね祝っちゃおうかなと思いますチームも違うし気も違うのにもかかわらず、私は解禁賞ですよって、はい、ちょっと祝っちゃおうかなって思いますでもわかんない、くるこちゃんなんで知っとんだろう。あ、待って、やばい。そう、クロコちゃん情報によるとね、解禁賞らしい。何で知ったんだろう、言われて確かにってなったんだけど、そう解禁賞らしいです。なんと朝から晩まで踊ってますよ最近は。本当にこもってますレッスン上に。そう、レッスン場と家の往復をしてるから、なんか今位置情報とかつけられたらミキこんな感じだと思う赤線こんな感じ。もうとにかくここの往復って感じ。エブリデイ公園ないとめちゃくちゃ寂しい。疲れてるのショールームありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとうね。でしょ、寂しいでしょみんな公演ないと。そうなの、そうかなと思って配信したよもう4ヶ月 K2 公演入ってない、それは大問題。来ましょう来ましょう来ましょう。あれ、ちなみにシルバーウィークは今日までらしい。っていうことはこのシルバー見納め今日までってこと。ピエンピエンピエンもうちょっとこのシルバー楽しみたかった。あの今月末までやってもらっていいですか伊藤さん今月ちょっとたくさん配信したいので。なるしゃべで一緒やったココミンさんと仲良くなれましたか。仲良くなれたっていうか仲良くなりたいと思ってる。そう、あと17息ぐらいかな仲良くなるには。ココミも人見知りそう、わかんないけどね、一旦自分が人見知りなのでちょっとね、あの結構長い年月かかるんですよ伊藤さん人と仲良くなるのに。いや、リハもは話しかけたいなと思うけど、話しかけたいな止まりで
人見知り大爆発です。カジケンに会って感じたけど、ミキちゃん痩せた。そうなんですよもうね、リハーサル期間は確実に痩せるので、これはもう大丈夫です。日常茶飯事みたいな、あの、なんていうの、酸素吸って二酸化炭素吐くみたいな感じぐらいの当たり前事項なので全然大丈夫ですそう、もうリハーサル期間が始まるとね、絶対しちゃうんだよね。今日もコンサートかな、なんだろう、なんかのフィッティングをしたんよね、そう、衣装の。そしたらリカと一緒だったんだけど、ミキタンウエスト細すぎみたいな。もともと上半身にお肉がつきづらいっていうのもあるんですけど、そう、お腹にお腹が、お腹にお腹がじゃない、お腹にお肉がつかないので、特にそう、今お腹ぺったんこです。伊藤さんから多分明日いい声の衣装を着るじゃんか。いつも着てる衣装をもし着るとしたらね、カポカポかもしれん。意外といっぱいいっぱいになってなくてよかった。あ、全然いっぱいいっぱいです全然いっぱいいっぱい、そう、いっぱいいっぱいだけど、なんかみんなすごいなと思う。みんなできててすごいなって思う。どんな脳みそしそうんだろうと思いながら毎日リハしてます。ミキはこんなにもうわーってなってるのに、もうみんななんか余裕みたいな、わかんない、余裕じゃないかもしれないんですけど、ミキにはそう見えるから、そう、すごいなと思う。ミキちゃんの声が気になってます。初めて言われたありがとう。じゃあたくさんラジオとかショールームとか聞いたり見たりしてください。嬉しいです。ミキティアン店長 V、 神接客でした。おお、神接客いいね。神対応以外はね、なかなか言われる機会がないので、なんか嬉しい一日店長やったからこその言葉なんでね。今気づいたけどクーラーつけてないわ。秋来てるねちょっと暑いなと思って上見たらクーラーついてなかった。これからラジコで行きます。大事、聞いてね。カジケン1号お客、嬉しかった。あの後ねツイートしてくれたんでしょ、ミキティアンとキョピちゃんがいるよって。見たよ、見た見た、ありがとね。第1号任命だよ、本当に出会いに感謝です。いや本当にね、あの時のやっぱりスケイのファンの方ってあったかいなって感じ度すごかった。それまで本当にもうスケイ知らないとか、あーみたいな感じだったから、じゃあ頼みますみたいな感じだったけど、もうキョッピーとミキティアンやみたいな、あの感じね、もう嬉しすぎて、嬉しすぎたやっぱファンの方ってあったかいなってすごい思いましたね。感謝です、来てくれて感謝です。花なんとは2じゃないよの動画もあたります。お、もう更新されてんだ、早い早い早い。おた仲間からいい声の糸みきすごかったでちょくちょく言われる。ちょくちょくは悔しいな、もっと言われたいなもっと上目指してちゃうよ。お友達から長島愛がみとっても可愛いって伝えてって言われた。え、そのお友達とちょっと遊びに来て喋ろうよそう、一日店長の日は6時に朝ごはん食べて、そっから何も食べず16時半とかにカジケンの油そば食べれて、それまでもノンストップで働いてました店長として。クギーズ系ウインクみたい、いつかできる日来るかもよ、もしかしたらね そう、バブルでもね誕生日祝いのメッセージ来るんだな。いいコンテンツでしょう。
ので皆さんバブルお待ちしてます。ミキティアンバブルどんな感じ？出遅れみ、出遅れてないよ。今登録してれば出遅れてないよちなみに今日はリカとのボイスメッセージを送りました。みんなはどの機能が一番好き？ミキからバブル来て、動画なのか音声メッセージなのか写真なのか普通のメッセージなのか、みんなバブルに何をいいなって感じてくれてるんだろう。でもやっぱバブルにしか音声メッセージはないかなと思って、結構音声メッセージは多めにちょっと気にして送ってるかな。なるしゃべすごく先輩してたね。でしょ、先輩だもんだってしかも11期ちゃんじゃなくて12期ちゃんだからね。そりゃね、大先輩していかないと。誕生日は遥か先なんで、その時を楽しみに。そうね、楽しみに待ってて。バブルのお誕生日祝いもメールもあるけど、バブルもあります。久しぶりにミシャの配信に来ました。お久だよ。ミシャも久しぶりだからね、そもそも配信。そんな日に来てくれて嬉しい。こんばんは、なるしゃべ聞いたよ。ミキちゃんが一番子供だった説ない？ないですないです、そんなことはないです。やっぱ一番断然年上ですし、10個ぐらい違うからね。10個ってすごいよね。本当に好きに入ってなかったら間違いなく出会ってない子たちだから、もう木もお年も先輩さんですから、そりゃね先輩ですよ。次シングルいっぱいミキちゃんに会え、楽しみ。おー嬉しい、もういっぱい会う約束してくれてるってこと。ミキちゃんの握手最後にギューってしてくれるのキュンキュンなんよディー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 、なんだ。あ、今嬉しい連絡が来た、みおちゃんから。めちゃくちゃ嬉しい連絡が来てる気がする、今とてつもなく。今ね LINE の通知が来たんだけど、大叫び大嬉しい連絡来た。みんなには内緒ですけど、いつかわかります。みんなにもいつかわかることなので今は言いませんが、情報解禁前なので。情報解禁っていうほどのものじゃないんですけど、多分これ個人的に嬉しいやつ。嬉しい。どんな感じなんだろう。あの通知だからさ、一部しか読めないじゃん。いやね、ミキもねそういうのあると思ってたんだよね、うすうす。やっぱあったね、最高だね、嬉しいみんな何か分かんないでしょう言いませんよ絶対に。情報解禁前なのでわからん、これ情報解禁とかあるのかわからないような話なんですけど、楽しみだな。楽しみっていうか嬉しい。そういえば東海の服装とか決めたんだっけ。あ、ちょっと決まってます。3分の2ぐらい決まってますとね。初日が衣装着ます。初日衣装着て、初日衣装を着て、2日目が私服だったかな。いや待てよ、そう確かそう確かそう、初日が衣装で2日目が私服だった気がする。その衣装はですね、まだ内緒です今日内緒のことばっかけど、みんな喜んでもらえると思います。ちなみに東海で初めて着る衣装です。はい、のできっと喜んでもらえると思われます。お楽しみに。この間の幕張、ああ読めなかった、行けなかったけど、多分今回行くような内容だった。楽しみにしてる、嬉しい。遠征なのかな。ありがとね、ミキのために遠くまで会いに来てくれるの嬉しいよ。
周年3日ともカメコで行くよ。綺麗に撮れるように頑張るね。お、カメラ目線とかしちゃおう。みおたん時間の使い方が上手くなくてリカちゃんに怒られてるらしい。あ、そうなの？あんま見んけどね、怒られてるところ。去年の周年より覚えることたくさんね。いや、なんかここまで来たこんなにまだ覚えることあるんだっていう、逆にびっくり。ここまでだって4年もやってきたのに、まあ、正直初めの1年はコロナでほぼ活動しないに等しいから、まあ、実質3年みたいなところあるんですけど、3年もやっててこんなにまだ覚える曲があるのみたいな。で、新しい曲とも出会い、あ、こんな曲もあるのみたいな。めっちゃこの曲いいじゃんとか、え、この振り付けめっちゃ好きなんだけどとかいう曲もあって、やっぱ周年って周年の良さを感じてますね。周年だからこそやる曲とかやっぱあるからいいね。この間はカジキンありがとうございました。次はティアンですね。あ、出すよ。出たら教えてね、また。まだ見ぬ最高のミシャンで会える。そういうこと。ということで皆さん、3日間来ましょう。多分ね、3日目はね、多分ね、落選出てると思うんですけど、1と2はまだまだ来れると思うので、皆さん1と2。やっぱ年代順っていうこともあってね、昔の、曲を結構広範囲というかやると思うので、ぜひ。10月19日魔界の一部行くよって、あれ初見になってる、なんでだ。天才だね、もう3日分チケット押さえたよ、最高。全部遅刻だけど 3Days 行きます。1曲でも多く見てほしいから、あの、安全に来てほしいけど、かましてきてね。安全に来てほしいけど、多分伊藤美希ちゃんだけだと思われる、クロコちゃんの生体解禁賞は。おそらく。おそらくね。いい声は誰ポジになるか期待します。誰でしょう。ちなみにめっちゃ練習しました。ちなみにね、なので見てほしいです。明日新しいミキちゃんがどこかで見れちゃうかも、なのでぜひ。自主練好きなの？好きというよりかやらざるを得ないというか、自主練しなきゃついていけないし、やっぱ練習しないとできないタイプの人なので、天才型とやっぱいいように言ったら努力型がいるじゃないですか。ミキは天才型じゃないので、やらないとできないので、なのでやってます。いや、でも最初はできなさすぎて本当に落ち込むけど、でも自主練ってやればやるほどやっぱできるようになるので、その瞬間はやっぱ楽しいし嬉しいですね。やってよかったってなります。できる時がやっぱね、めっちゃ嬉しい。僕はミキちゃんの生誕祭解禁賞、うわ、それはもう胸張っていこう。それは素敵すぎる、胸張っていこう。めっちゃしゃっくり出る。久々にハッシュタグ始まるチャンネルで声の感想かける、嬉しい。あ、嬉しい、それはミキも嬉しい。楽しみにしてるね。あ、でも結構みんななんか 3Days 来るっていう方多いね、嬉しい。みんなその調子で 3Days 待ってるよ。ココミンは K2 に昇格してほしいな、伊藤姉妹なので。いや、もうさ、もし昇格発表いつか、いつかはあるやん、いつかは、いつかは分かんないけど、もう伊藤ココミ、え、伊藤ココミの後に多分さ、チーム名呼ばれるじゃん。伊藤ココミって言った瞬間、多分前のめりで聞いちゃうかも。え、ココミお願い K2 っつって。お願いって言って、お願いって言っちゃうかも。 K2 じゃなかったら多分ズコーって多分転げちゃう。
で K2 だったらもうミキが全力で迎えに行く後ろでもし聞いたとしてもミキが坂なんていうの4時登るっていうかこうわーわーって言ってすいませんすいませんってここ見せてミキが出迎えようと思いますそうミキちゃんはあの骨格で言うとウェーブなんですよ。だからウェーブって下半身にお肉がつきやすいんですね。そうだからっていう骨格の体質もあって上半身は太りにくいんですよ。だからお腹が細いんです。薄いってよく言われます。ほぼこうほぼこうは本当に一日限りだと思います。もうないと思われる。にじゃないよ動画は今週から月曜日19時公開になったらしいよ。らしいよ。明日カジケンチャレンジしてミキちゃん弾きます。お、いい心意気教えてね。また何弾けたか。紙接客してもらったのに2回目味変したことを未だに後悔してる。おこティアンだったでしょ。ミキティアンとキョピちゃんがいるっていうのに S を頼むと何事ですかおこティアンですよ。おこのおこティアンですよ。10月20の握手会でお友達2人連れてくのでお相手よろしくお願いします。嬉しい。2人も連れてきてくれるの嬉しい。また幕入りへ3度目増してしに行きますまた何回でも自己紹介してね。嬉しいから。ちょくちょくは私に言いに来てくれる頻度です。結構響いてる。いい太田さんいるんだよ。その良さをミキちゃんに直接伝えてくださいって伝えといてくださいミキちゃんにちゃんと届いてないよって言って。ミキちゃん褒められると伸びるタイプだからいっぱい褒めてあげてって言って。今日はリーちゃんとのボイスですよ。ミオちゃんじゃありません。ミキちゃんバブル得しかありません。お、ありがとう。そんな素敵なことを。音声メッセージが一番近さを感じて好き。おお、嬉しい。配信ねメイクしてる時にしか絶対したくないのね。画質良すぎてバブルの。そうだからでもメイクしてる時全然ないじゃん。もう声もないから。そうだからねメイクしてる時に配信するね。待っててねバブル。新茶のジュースだよ。久しぶり飲んだ。なんかジュース飲みたいなと思って買ってみた。セブン行って。結構みんな音声好きだね。じゃあ音声メッセージ増やしていこうと思いますお、サスケ申し込んだよって。ありがとう嬉しい。もう本当にやっぱ初めてのことじゃん。めっちゃ初めてのことすぎて。でいろんなアイドルさんいる中でやっぱ本気で挑むわけじゃないですか。なのでやっぱ安心材料といったらやっぱみんななんですよみんなが近くにいてみんなの顔見たらミキ絶対安心すると思うのね。そうだから来てほしい切実な願い。来てほしい。
応援しに来てほしいもそうなんですけど、ミキを安心させるために来てほしい。みんなの顔見たら絶対ね、ちょっと緊張は解けると思うんだよね。プチド通所、立ち座りどっちも行くよ。お、嬉しい、めっちゃ来てくれるやん。たくさん楽しもうね。もして遊園地焼肉の日程決まった。ちなみに遊園地決まってないですけど、焼肉の日程決まってます。楽しみです。近々です。実は近々です。幕張に衣装持っていきます。愛知で花冠かぶる予定もちゃんと作ってます。書いてるけどね、まだ出してないんだよね。決まってない日程もあって。5時販売の券を全力で勝ち取りに行きます。嬉しい、いい勢いで嬉しい。勢いよくミッシャンと会う約束をしてくれるのめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうね。魔界で1部で初めましてしたのに7部で覚えてくれていてびっくり。そりゃ覚えてるさ。覚えてるよ。またすぐ会いに来てね。12周年の時とどっちが大変。いや、なんか物が違うな。12周年の時ってさ、何も分かんないじゃん。しかも全部初めてであれだけど、悩むな。でも体重で言ったら12周年の時が一番してる。けど12周年のあの痩せようは一生超えられないと思うっていうぐらい12周年の時痩せてました。もうあれ以上痩せることは人生でないですね。衣装発表した方がたくさん来てくれるかもですよ。秘密もありですが、まあ言えないってことはそういうことですよ。内緒とか言ってますけど、言えないってことはそういうことです。予想してみてください。あれ、そういうことかなって。先輩も結構いっぱいいっぱいになってるみたいよ。もう先輩でいっぱいいっぱいだったらもうミキシャーなんてもう潰されちゃうよ。でもみんなさ、リハとかでもめっちゃ可愛いの、すごいなって思う。ミキなんてもうほぼ寝起きみたいな、もうこんなんでボサボサっていうか、もう本当に生きてるのが精一杯みたいな感じの美醜でリハ参加してるのに、もしてるのにみんななんかキラキラみたいなメイクとかもしてて、みんなキュロンってして可愛いの。髪の毛もめっちゃ可愛いし、みんなメイクもしてきてて、でレッスン着も可愛いし、え、何みたいな、この差何みたいな、同じ時間過ごしてるねみたいな、みんなの日なんか時間長いみたいな。それを見るたびにやっぱ覚えるの遅いって辛いなって思いますね。そう、みんなはなんか一瞬で覚えれるのかなと思って、多分メイクとかしてたら、いや、してたらじゃない、できない。このスケジュールでリハの日にメイクは絶対にできない。あ、メイク時間も長いっていうのもあるんだけど、だからもう何をどう考えてもメイクはできないんですよ絶対に。で髪の毛も結べない。ポニーテールとかできない、ツインテールとかもできない、三つ編みもできない。もうストレートアイロンかけるのが精一杯し、ミキさんに限っては楽なのがもともとストレート、そう、癖っ気じゃないから全く、正直起きたまんまでもいけるみたいなぐらいめっちゃストレートなんよ。その分巻きが全くつかないんだけど、そこは助かってますね、めっちゃ時短で。めっちゃ助かってます。本当にストレートアイロンとかもなんか2回ずつやったら OK みたいな感じ。そう、明日カジケンからミキちゃん出てほしい。あー、それは出てほしい、教えてね誰が出たか。あ、ミキちゃんが出るまで食べてくれてもいいんだよ。K2 ナオさんの衣装とか着れるチャンスあるかな、わかんない、そこまではまだフィッティングしてないや。今日はまだね3着ぐらいしかフィッティングしてない。何をフィッティングしたんだろう今日、何をいつ着るか分かんないまま着ちゃったわね。周年系なのか、愛理さんの卒業公演なのか、なんだろうね、何を着るんだろう。
あ、いいね。そろそろジャージの季節だしな。噛んだ。あのロゼミューズさん、あの私の大好きなイコラブのミーヤさんのロゼミューズさんで、なんとまたまたジャージが出るんですよ。もうミキローゼさんのジャージが大好きすぎて、本当にもう全ジャージ欲しいぐらい大好きなんですけど、今回は珍しくミオちゃんも結構乗り気でお揃いで買おうかなと思ってます。でもリーちゃんも可愛いって言ってくれたから買いたいなって喋ってたんだけど、リーちゃんまだそんな乗り気じゃなさそう。いや3人でお揃いできたらなとか思うけど、まあ、ミオちゃんはあの感じ買うね。取り合いだねっていうぐらい喋ったので、あの本当に毎回ジャージ人気すぎて完売速乾しちゃうから、そうなんとかゲットしたいから、ミシャもミオちゃんに負けないように本気で勝ち取りに行きたいと思います。あのね、黒のジャージ買ったの覚えてる？上パーカー、その下バーが出たんよ。そう、その下バーが欲しくて本気で。まだ売ってない、もうちょっとしたらかな、多分10月とかに発売になると思うんだけど、もう発売の瞬間にミキはもうポチッとしたいと思いますね。本当に可愛いの。周年コンサート終わったら自分へのご褒美でブーツ買うのかしら。え、ミキブーツの話した？盗み聞きしてる？今日ブーツの話してたんだけど、ミキ本当に周年終わったら絶対今年こそブーツ買いに行くからって言って、でミオちゃんにもう売り切れてるんちゃうのみたいな感じ言われたんだけど、全然ありえる。いやそうなんだよねって。ちなみに伊藤さんスナイデル好きじゃないですか。今回スナイデルとアグのブーツがコラボしてて、ちなみにスナイデルも売り切れてるらしくてね、そのヘラヘラして喋ってる場合じゃないんですけど、はい、で店舗で買おうかなと思ってるんですけど、スナイデルとあとね、ミキ本当にブランド疎すぎて間違ってたらごめんねだけど、なんかシンバみたいなシンバみたいなブランドない、靴のスニーカーの、そのスナイデルとシンバみたいなコラボしてて、それがめちゃくちゃ可愛いのね。なんかエメラルドグリーンと多分水色、パッと見この2色のスニーカーがめっちゃ可愛くて、これも狙ってる。チナ水色が欲しい。エメラルドグリーン多分似合わないから、何一つ持ってなさすぎて想像できないっていうのもあるんだけど、この水色とブーツ狙ってます。周年終わった瞬間買いに行こうと思いますけど、次の日お仕事なので多分行けないので、周年の次の日に買いに行きたい。これ目標、周年終わったらのご褒美じゃない、これ目標、本気の目標。けどスナイデルとそのシンバさんみたいなスニーカーは結構危ない。多分今日か明日ぐらいに発売だから、多分周年まで待ってたら多分売り切れちゃうね。多分売り切れちゃう、けど本気で欲しいと思ってる、けど言ってる暇がない。ミキティはそんなにニジさん好きだっけ？知らんかったでしょ、言ってないだけで好きで。めっちゃ告白みたいなったけど、本人より大喜びしたりして、それはありえるね。ここ見てさ、ミキのイメージだけど、あんまり見た目っていうかさ、表面上に喜怒哀楽出るイメージないからさ、でも可愛いよ。愛おしいね。カジケの時私に気づいてすぐ手振ってくれたり、たくさん話して楽しかった、私のこと覚えてくれしかった。文字だよ。公園に来てくれるというか、公園によく来てくれる子はねすぐ覚えちゃいます。カジケンとコラボ決まった時のように喜ぶ姿目に浮かぶ。多分ああなるね。ここみがケツって言われたらああなっちゃう。大きな会場のライブ初めて行くけど、ミッションのキラキラパワーならどっからでも瞬時に見つけられるね。任して、キラキラオーラぶっかましていくから。写真フォルダ整理してたら去年トナカイミキちゃん出てきたんだけど、何回見ても可愛すぎ。夏
一日店長行けなかったのが辛すぎてひたすらミキティアン京ちゃんとつぶやいてた。野球行ってたんでしょミキたちより野球制したんでしょ。カジケンでなかなか聞けないおかえりが聞けてキノコ D さん笑ってましたあ、そうなの、全然知らんかった。それは了解です。どんどん連番させていきますよ。嬉しい。もうみんながじゃミキも嬉しいよ連番そりゃ。けどみんなもなんかやっぱ仲いい人らしてくると楽しさが増し増しそうで、そのま楽しそうな顔見るのがまた嬉しい。カジケン2回食べて2回とおミキちゃん引いた。あ、いいですね。愛です。それはカジケンさんは K2 トッピングしか食べてないよ。特大ないですね。ありがとうございます。サスケのアイドル予選会申し込み締め切りは26木曜日までらしいです。あと3日ぐらいだね。サク最近ゴンチに余ってるらしい。えみきさん今日あれめっちゃ飲みたすぎて免疫にあるなんか新安寿みたいな、タピオカ新安寺だってんのかな、わかんないけど、あれがめちゃくちゃ飲みたすぎて最近本当に今日めっちゃその飲みたいっていう気持ちで生きてた名前忘れちゃった。ミキティアンの声は優しいので寝る前に聞くとリラックスできる気がする。気がするいらんやないかい気がするいらんよ。サスケ平日ですね。平日です。サスケ申し込むときに応援するメンバーを選択するようになってるらしいね。ぜひ伊藤美希ちゃんポチッと、ぜひぜひ。サスケはチケット争奪戦になると思うけど美希ちゃん推したくさん当選してほしいなね。いやでもあんなね大人気アイドルさんがたくさんいたらそりゃねそうなるよね。嬉しい。でもみんなサスケ申し込んだよって、嬉しいよ。もう応募した人全員当たってほしい。サスケさんどういった応援がいいのかな、わかんないよね。もうミキもわからないすぎて全くわかんない遊園地って場所をまだ見て聞いてないな、確定ではちゃんと。でも一番下の目標は全員のアイドルさんと写真を撮ることと会話をすることで仲良く、誰かどなたかと仲良くなれたらいいなと思ってるサスケに集中せやって感じだよね。します。サスケに集中すると同時にアイドルさんと写真も撮りつつお話もできたらなって思ってます。K2 トッピングでオシニンさん出ますようにって3度目の正直はミキちゃんで押すって思ったチョロータいいチョロ具合だぞ。ミキにとミキにだけだったらナイスだよ。東京マラソンの時は12周年ほど痩せなかったの。そうだね、12周年の時がもう SK 人生で一番ピークですね。カジケンミキちゃんカード未だ引けず、もっと食べろってことよK2 トッピングもっと食べて楽しんでってこと。今の皿ですがサスケのアイドル予選出場おめでとうございます。ありがとうございます。とっても楽しみです。でも楽しみつつ本気で1位を取りに行こうと思ってます。行こうと思ってる、本気で1位取りたいと思ってるので本気で頑張ります。本気以外の言葉はないです。ミキちゃんの投稿今までで一番多い枚数を購入できたのが11月末が楽しみ。お、嬉しい。いっぱい話そうね。
もうミキちゃんが喋っちゃうから、だいたいみんなね話し足りないってなっちゃうんだよね。そうなのでお互いいっぱい喋ろうね。ミキちゃん売り切れキャラでいてほしい。何それ、聞いたことないんだけど、売り切れキャラなんて。みんな売り切れ願うのやめて。ミキ本気で欲しいと思ってるから本気で欲しいと思ってるんだよ。しかも1年越しね、ブーツに限っては。スニーカーは昨日ぐらいにインスタで流れてきて、うわ可愛いってなって一目惚れして欲しいってなってるところ。大きなステージでもすぐに見つけられる、パフォーマンスしてくれるのがみちゃんのすごいところ。みきね、ステージ上だったらキラキラオーラ全開な自信ある。ステージ上だったらねあの実生活はマイナスぐらいないけど、ステージだったらキラキラオーラ全開な自信はある。カジケン辛いのダメすぎて避けてたんだけど、みんなに大丈夫って言われて、明日初チャレンジ。そう大丈夫だよ、伊藤さんでもいけるんで大丈夫です。本当に全然大丈夫。実は今年みきちゃんに公演で15回くらい会ってます。おお、どう、だいぶ好きになってきたどうどう、仕事中だったけど知った瞬間にカジケンにすぐに向かってよかったよ、楽しすぎた。仕事中だったね、来てくれたのありがとうね、嬉しい。ちなみに一日店長の SK のファンの方が来てくれるまではものすごいぐらい人見知り爆発させてました。キョピに助けてもらってた、ずっと。12月の10日、1月の中小都会とともに白井と連番で行きます。嬉しい、みんなみんなありがとうね、たくさん来てくれて幸せデフデフデフ。やみきね、ネットで買うの苦手なんよ。やっぱ靴とかってさ、やっぱ足の形合う合わないとかあるからさ、さすがにどんだけ見た目可愛くてもみき靴履き心地悪かったら絶対買わないから、そうだから一目惚れはしてるけど買いません。まだちゃんと物を見て、見た目もよし、履いてもよしだったら買う。話したいこと多すぎて何から話す、順番に喋ろ大箱ステージの後半の後半に誰よりもキレッキレになっているミキティアンが大箱の醍醐味だと思ってます。やっぱね、公演とは違うしんどさあるじゃん、正直。コンサートって早着替えもさ、なんていうの、あったりとかさ、着替え部屋までが遠かったりとかさ、公演は慣れてないけどさ、公演は結構やっぱ慣れとかあるけどさ、コンサートはね一回きりだから慣れとかもなく常に頭フル回転みたいな。で頭も使って、体も使って、確かに床とかもさ、公園とは慣れてない違う感じだから、足もやっぱ疲れども疲労のたまりでも違うと思うから、やっぱ確かにその違いでしんどさはあるかもだけど、そんな中で伊藤さんの持久力が生きてくるわけですね後半になればなるほどちょっと疲れてきて逆に燃えるみたいな、
そうだから持久力が出てるかも。いや、キョピの人見知りのなさというか明るさには本当に拍手ですねでもちなみになんでかわかんないけどファンの方からいただいた靴で履けなかった靴ないですみんな多分ミキの足の形を知ってますね。本当にすごい。お見送りで目を合わせてくれて嬉しいです。あー、合わすというよりかお見送りですからね。もちろんですよ、目を合わすどころがね、たくさんね、お話もしたいところです。お見送りも大好きなんでね。あ、カメコでもね全然見えるよ、みんなの顔。ということで、なんか一曲歌おうかな最近イコラブさんモチベが高いのでイコラブさん歌いたいんですけど、何かリクエストしてくださる方いらっしゃいますか。最近自主練とかリハの行き帰りはずっとイコラブさん聴いてるっていうぐらいイコラブさんモチベがめっちゃ高くて、なんかイコラブさん聴くとね元気になれる。いや本当は9月カラオケボックスにてみきカラオケ配信する予定だったんですけど、このスケジュールじゃ厳しそうですよねさすがに。何歌おう、何がいいと思う。でも1曲だからなんか明るめな曲がいいよね。何にしようかな。リクエストしてくれる方、青春サブリビナル、あ、やぶ、危ない配信終了するとこだった。青春サブ、引っかかって、あ、引っかかんなかった。イコールラーブ、キキキキ、サシスセ、来ました。あ、てんてんがいるんだ、ちょんちょんがいるんだね。 HKRR 9月で一番忙しい。そうなんよ、秋ね、特に秋、もう秋ってひっくるめてもいいぐらい秋が一番忙しいです SKE さんは。じゃあ歌います、青春サブリミナル。噂で聞いた本当かまだわからないけど、チャンスはきっと探せばあった。近くにいたのに気づかなかったんだ。期待と不安のシナプスキシム、誘惑に炭酸、色が変わってゆき、サイドが上がる、やっとは
て握力器歌いながら握力頑張ってます。同じ高校同じ中学伸びた背も遠くに感じてた。付き合うとかそういうんじゃなくて、やっとスタートに立てた気がしてる。初めての会話覚えてるのは私だけでしょう。あの夏で一番暑い日だった。なんとなくさりげなく友達で近くにいたいだけ。溢れ出る想い閉じ込めて蓋をして、それでいいそれがいいなんて嘘はもうつきたくない。生まれ変わりたい雲が動き合う。そこからほら工房走る。眩しくなった、この景色はそう簡単なサブリミナル。さっきまでと違うもの、その答えはイコールだ。それはきっと東大生も知らないでしょう。ググだって出てこない、だって私しか導けない。好きで好きで好きで自分今さらログインする。学校に君がいる、何から話せばいい。飛行チャイム焦らせる大きい背中が振り向く。君でした、君がいい君がいい君がいい。早く言いたかった、恋のどこかせまかない野球部の声響く校庭に二人ただただずむ。今はこれでいい、鼓動も速くなり、あ周りの温度が上がる。やっとわかった、私の恋と青春はサブリミナル。終了。熱っ、めっちゃ汗かいた、握力のせいで。本当に汗かいた、汗かいたったら汗かいた本当に汗かいた。すごいね、握力ってこんなに汗使うんだ。汗なんか使うんだね、めっちゃ。ちょ一瞬クーラーつけていい？さすがに熱いわ。もう終わるっていうのに配信。熱熱熱熱熱あの1曲でこの暑さはピンチです。はい、握手会向けでじゃないですよやっぱサスケ出るにあたってやっぱこのままじゃダメなんですよ。いやみきちゃんは本気で1位を狙いに行ってるので、やっぱ何かは変えなきゃいけないっていうか、何かは強化しなきゃいけなくて。で伊藤さん、あの体力テストあるじゃないですか。体力テストっていう、まあ、大体五角形がそのなんていうの、結果として紙でもらうんですけど、あのいつもあのあすごいクーラーってすごいね、もう聞いてきた。あの何パワーだけへこんでんの、パワーがのちょへこみみたいな。え本当にパワーなくて筋力がないのね。この見るからに分かると思うんだけど、へにょへにょなのねミキそう、あ全然パワーなくて、だからいつも握力とかそのパワー系がダメなの。なんか俊敏さとかは、俊敏さスピードさ花丸みたいな、パワー三角みたいな感じなのね、めっちゃ簡単に言ったら。でもサスケってその速さとか俊敏さだけで勝てなくて、
そう、パワーがめちゃめちゃ必要なんですよ。え、みき握力31ないよ、25、25、どっちも25。そうだからそのパワーを補わなきゃいけないのね。だからパワーつけなくちゃいけなくて、だからちょっとカラオケの時は頑張ろうと思って使ってみた。いやずっとはしんどいやん、からなんかの時はやると思って、でミキはカラオケを選びました。そう、家では気が向いたら握ってます。そうだから本気です。こんなヘラヘラ言いながら言ってたら伝わんないかもしれないけど本気です。引き続き頑張ります。でも明日はさすがに持っていけないので、いやでもこんだけ汗かいてるってことは効いてるってことだよね、さすがに。サスケにかけてさすがに。最近こういうのにハマってて、言葉にかけることに。今日あとね、サラがサラッととか、そうそういう面白いことに最近ハマってます。サスケ衣装あるのかしら、自由だったらどの生誕っていいかしら、なんかイヌイット鳥のやつがなんか一番安心感あるから、ありきるかも。2点とか言わんとって。かける100だよ、200点だよ。はい、ということで終わろうと思うんですけど、終わる前にちょっと部屋を片付けさせてください。なんか片付けながらみんなとおしゃべりします。今日パックしよう、明日公園だしパックしよう、みんなに会えるからパックしよう。で見て購入品紹介、じゃじゃーん、休息時間ツボ刺激ジェルシート今日これ使います。みおちゃんがおすすめしてくれました。みおちゃんがファンの方にプレゼントでいただいたらしくて、それをおすすめしていただいたので、私はマミーに買ってきてもらいましたので、今日つけます。なので取ります。12枚入り4枚かけて3分、しかもこれただの休息時間じゃないんです、ツボ刺激ジェルシートがついてるんですよ。これが惹かれまして、みおちゃんに聞いて買ってきてもらいました、ママさんに。はい、なので本日これ使います。はい、商品じゃない、メイクポーチを持っていくよ、あっちに。忘れ物がないようにね、ちゃんと持とうね。1個でも忘れたらもうメイクなえなえだから。ほい、これでいいかな、最悪ベースとリップさえあればいい。最悪の最悪ね。はい、これをあっちに持っていくでしょ。あとなんか持って、あ、リポビタンデーも飲みます、明日公園前に。はい、ぐらいかな、忘れ物はないかい。あっちに、あっちの部屋に持っていくもの、メイクポーチ、パフ、休息時間パック、これはあっちの部屋に持っていきます、忘れずに。忘れたら明日の公園出れません。大げさです。はい、ということで明日の準備も完了したところで終わりたいと思います。約1時間お付き合いありがとうございました。明日は公演終わりに配信できたらいいなと思ってます。リポビタンデー結構好きなんだけど、いない好きな人。キューピーコアも好きだけど、結構リポビタンデーちゃん推しということで、1時間も配信できて楽しかったです。正直話し足りないですけど、まあ明日公演終わりに、ご飯食べながらだとミキ喋れない人だからあんま喋れないかもしれないんだけど、まあ、まあまあまあ会えたらいいなと思います。ということで明日はリハして、いい公演して、ショールームしてっていう一日になると思います。それではお風呂入ります。おやすみ、ありがとね、急遽だったのに見てくれて、めっちゃみんな来てくれて、コメントもしてくれて、ギフトも全部嬉しかったよ。ランキング読んでないね。13位からだよね、いつも読んでるの。ひろし、
12位大江、11位高博、10位ルイボ、9位のぞみ、8位アンディ、7位ドアランチョス、6位アボカホ、5位神鉄、4位メロ&マキのパパ、3位救急医と混ざった、3位救急医、2位マザーズ、1位ジジェフ長官、ありがとね。ということで本当のバイバイです。今日は明日またすぐに会おうね。おやすみメール送ってバブルも送ります。じゃあね、全力バイバイ、全力バイバイ始めるよ。じゃあおやすみ、元気出ました、ありがとう。こちらこそ、ミキも元気出た、みんなと喋れて、バイビー。クロコちゃんの生誕いっぱい祝おうね。バイビー、おやすみ。